はい、皆さんこんにちは。今日なんですけど、僕のね頼んでいた車がマニラからダバオに到着したみたいなので、今からそちらを見ていきたいと思います。聞いてる話によると新古車っていう話だったんですけど、まあ、ちょっとだけ Oh, thank you boss. Thank you, thank you. You're welcome. How was your drive? Huh? Very good. Oh, you bought it already? Yeah. はい、こちらが僕が今日僕が頼んでいた車です。え？ん？新古車って聞いてたんですけど、ちょっとした事故車ですかね、これは。あとなんかミラーの型色がちょっと違うのが気になるんですけど、なんで青い車体に赤のミラー、斬新ですね。ここもやっぱりちょっとだけ。だけど比較的に、あ、開かない。こちらがですね、ジンボイさんでマニラからダバオまで車を運転してきてくれた方です。はい、ちょっとね、一応新古車っていうことで僕が頼んだんですけど、値段も確か日本円で68万円ぐらいですね。このスズキセレリオっていうこの車、ちょっとまあ僕が最初見た時の写真と、まあ、実物がね結構違うんで、まあ一応エンジン自体はすごく調子がいいみたいなんですよね。まあフィリピンなんでその傷がね少々あったりとか、そういうのは全然普通にあるみたいで、まあこれでもまあ、いい方のクオリティみたいです。まあキロ数はねおそらく5万5,000キロぐらい走ってるみたいですね。まあ日本で70万円ぐらい出してこれ買うかって言われたら多分誰も買わないと思うんですけど、車いたずらとかされないようにね、まあ、人通りの多いところにちょっと止めていきたいなと思います。中もそんなに綺麗じゃないみたいですね。新古車っていう話はどこ行ったんでしょう、一体。あれめちゃくちゃ英語で中です。あ、カーウォッシュ、はいはい。カーウォッシュ、OK。So when can we go to the car wash? Today. Very fuel efficient. Fuel efficient. Yeah. Oh, okay, okay. That's good. Oh, good. So it's a spare tire. Yeah, yeah. Okay, okay. If you wanna fix the paint, oh, I'm gonna help you, okay? If you buy this somewhere, in this price, somewhere in Davao, maybe it's higher. Maybe 35. Higher, maybe. I think it's 350. It's good enough. It's good, very good. Oh, only okay. This one. Oh, I see, I see. Yeah, sure. This one. Ah, here. Hi, hi, hi. But it's okay. Yeah, it's fine. It's yeah, fine. you can drive without that. Yeah, yeah, that's fine. That's all good. Fine. As long as I can drive. And side mirror, the color of the side mirror. Yeah. But the engine, the aircon is very good. Oh, okay, okay. And the suspensions are working. Very well. Oh, okay, okay. Suspension. Yes, yeah. Sure. Thank you so much. Of course. You feel the aircon? It's very cold. Oh. Yeah. I hope you like this. You feel the aircon? It's very cold. Oh. Yeah. I hope you like this car. Yes, yes, yes. I think you should check the because the speaker of this is very good. Okay, okay. Yeah, it's ice. What's happened to your feet? It's very, So it was dirty there? Yeah. Oh, really? Yeah, yeah. Oh, okay, okay. So I will go to the car wash. This one also. Yes, but it's okay. You can go everywhere. Even though, yeah. Oh. What's happened to here? You think someone just... Yeah, yeah. Like a scratch? Yeah, yeah. It's...はい、それではね、今からこちらの車をカーウォッシングに持って行って、洗車していってね、車内も全部掃除していきたいと思います。 No, like this. あ、本当？ Very good. But the stereo you have to fix because I don't know what happened. The stereo is not working anymore. Yeah. That's all right. But in Tagum only. It's very near in Davao already. Ah, okay, okay. I think the electrician should check this. And very fuel efficient. Oh, see. Yeah. はい、ちなみにね、こちらがダスクちゃんのお家です。はい、ということでですね、まあ、今日から左ハンドルの練習をしていきたいと思います。初めて。できる？初めての運転がこのバランガイ。ウマッチです。どこでしょう？マニュアル大丈夫ですか？マニュアル大丈夫だけど、I need to practice。はいはい。I think I need to go to a gas station first. The gas is nearly done. 2.5 only for the gas. 5,000円。本当に？No, マニラっていや。そうそう。1,500キロ。はい、そうです。ということでですね、こちらを右折していきたいと思います。この車の量が結構多いんで、車というかトライセクル。結構びっくりです。コーチ。The green one, yeah. Boleh betul. Answer Rojas, okay. はい、ということでなんか気づいたらこの上のそのなんか日よけみたいなやつもなんかテープで固定されてたみたいで、いきなりさっきこれが上からドーンってえ危ないでこれ、これもチェンジっていうかこれは事故車？ほらこんな感じでいきなりボーンって上から出てきたんで、さっきマジで突っ込みかけました。誰か変なスクーターみたいな人が。左ハンドルのね、今日は車をね、人生で初めて運転したんですけど、まあ刺激がありますね。まさかテープでどうなるのかちょっとわかんないです。100ペソ？全部イベントいいな。あー、OK、できます。はい。カーウォッシュは200円、250円ぐらいなんで、まあ今からね、ちょっとあの方たちどれぐらい綺麗にしてくれるかわかんないですけど、お願いしていきたいと思います。ということでですね、まあ、今僕の車が現れてるのでこちらで待っていきたいと思います。塗装というか外回りは一応綺麗にやってもらってますけど、泥の下から新しく出てきた傷ですね。これはしかも何これ、穴1よ。これ何え、これ何これ穴開いちゃったかや、知らんかった。全然分からん。大丈夫この車。はい、ということで、まあ、今ちょっと洗車してもらってるんですけど、汚れの下から出てきた新しい傷となんか普通に指3本ぐらい入りそうな穴なんかこうババ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 バってこの音ずっとしてるんですよね。まあ、これはその部品がちょっとちゃんと止まってない場所があるので、なんかそのまあ、ネジが振動してるらしいんですよ。まあ、別に気にしなかったら乗れるって言ってたんで、まあ、僕は気にしないです。はい。いかがでしたでしょうか？これがダバオで車を買ってみたっていう企画の一つでした。こちらの車どういう経緯で、買ったかと言いますと、さっきこの車を持ってきてくれた人がダスクちゃんのまあ親戚の彼氏なんで、まあ、婚約者というか。で、まあ、一応親戚プライスで車を売ってくれるということで、まあ、マニラのね、銀行の方に彼がつながりがすごくあるので、お金が払えなくなった、車のローンが払えなくなった人の車をですね、まあ、銀行が引き取って、で、その車を人に売ってるみたいなんですよ。ちょっとマイナースクラッチ、なんていうんですかね、こう、本当にかすり傷とか、ちょっと擦ってるぐらいの車だったら、すごく安いのあるよみたいな感じで言ってくれて、そのエンジンの状態のいい車です。まあこの彼を通して車を購入することができました。もともとかすり傷とかはね、あるって言ってたんで、まあフィリピンでいうかすり傷ってどれぐらいなんだろうなと思ったら、普通にいい経験になりました。まあね、親戚プライスで売ってくれてるので、ぼったくられたりとか、すぐに止まるような車を売られたとか、そういうのではないので、まあそこはね、唯一、良かったかなと思います。この動画はフィリピンダバオからチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。